アレクサンドル・ティホノビチ・グレチャニノフは、ロシア人作曲家。1864年、カルーが生まれ、商人の父親の意に逆らって1881年に、モスクワ音楽院に入学し、ピアノを学ぶ傍ら、セルゲータ・ネイエフとアントン・アレンスキーに、大英法、火星法、風が、学識論を指示。1890年に、ペテルブルク音楽院に編入して、作曲を、 リムスキー・コルサコフに支持した。1896年に作曲家として成功を収めてモスクワに帰郷差し当たって、天礼音楽や舞台音楽の作曲で活躍し、動揺や合唱曲などで名声を得る。創作活動の傍ら、クネーシン音楽大学などで教鞭をとっていたが、1917年のロシア革命に国を追われて、プラハやパリ、 ロンドンを転々とした。1939年に戦火を逃れて、アメリカ合衆国に向かい、1940年により、ニューヨークに定住。1940年代後半に、アメリカ市民権を得た。5つの公共曲を残しており、そのうち、第1番は、リムスキー・コルサコフの式で初演された。4つの弦楽四重奏曲や2つのピアノ三重奏曲、バイオリン・ソナタ、 チェーロ・ソナタ、クラリネット・ソナタ、ピアノ・ソナタに加えて、バラライカのためにもソナタを作曲している。合唱曲や気楽曲の他に、歌劇もいくつか残した。ウラビーミル・レビコフに似て、音楽史におけるグレチャ・ニノフの立場は、過渡的である。初期作品は、チャイコフスキーや国民楽派の影響を受けており、同世代のバシリー・カリン・ニコフに似た作風を示しているが、後年の作品。 とりわけ亡命後の作品は、後輩ロシア人作曲家のストラビンスキーや、プロコフィエフのモダニズムから、多少の影響を受けている。渡米を前に完成させた、力作、ミサエキュメニカにおいては、エキュメニカル運動を支持し、ロシア人ながらもカトリック教会の天礼に則り、グレゴリオ聖歌に加えて、ユダヤ教の参加をも利用している。一方で、 ロシア正教会の伝統的旋律と火星を活かした正教会聖歌も作曲しており、その膨大な数に上る正教会聖歌作品はロシア正教会のみならず、ブルガリア正教会、アメリカ正教会などでも用いられている。特にコンクを安静大礼儀に曲付けしたものとしては4つの作品があり、作曲時期が半世紀にわたる4作品それぞれに曲の傾向が異なっている。 一番は、チャイコフスキーの影響が濃厚であり、二番は、ソロと合唱の掛け合いがある。三番には、気楽伴奏が付けられ、無伴奏声楽で行われる、聖教会の方針例で使用される機会はない。三番までは、いずれの曲においても高い技巧が要求される、ものであった。こうしたグレチャニノフの、聖コクイオア安聖体礼儀の作曲も、四番においては、シンプルさ、 ロシア製菓の伝統、方針例での実用性を考慮したものが完成している。ありがとうございます。